クエスト達成よ。一番人気だわ。ただいまより投票受付を開始します。さあ決着の時、この最終戦で雌雄が決します。栄冠をつかむのは果たしてドローンまでやりましょうか。さあ飛び出した12頭、まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。先頭に立ったのはリコちゃん。これはもう大方の予想通り、1番アンナセイクリッド、外を通って10番ラオレメンバーズ、そして1番人気のタカクルーズ、なかなかいい感じ。その外、クリークセレブレイト、イツキチキッチンは並んでいます。11番ミステリアスシャドウ、タイムジャグラー、差が開いて3番裏の家のグレコ、外から1頭ロッソリーバ、内を通りまして5番シャドウブリランテ、マータンゴキンキンがその後ろ。さあもう一度前の方に戻ってまいりますと、先頭は内枠スレスレを逃げるリコちゃん、そしてその後ろからアンナセイクリッド、その外に10番ラオレメンバーズ、これが一番人気の4番タカクルーズ、その外からは6番イツキチキッチン、クリークセレブレイト、ほとんど馬体が合っています。11番ミステリアスシャドウ、これと一緒にタイムジャグラー、ちょっと離されましてロッソリーバー。さあ最高の栄誉と賞金をかけてここから直線勝負です。タカクルーズは4番手といったあたり、まだ先頭リコちゃん、タカクルーズが捉えるか、このまま粘れるか、リコちゃん、外からはタカクルーズ、外からはタカクルーズ、先頭福永とリコちゃん、リコちゃん、先頭福永とリコちゃん、タカクルーズが差を詰めてくる。タカクルーズが2番手、先頭は12番リコちゃん、タカクルーズ1着、1番人気に見事応えました。以上のように確定しました。